1週間後の本番を前に国民スポーツ大会総合開会式の総合リハーサルが今日行われ、出演者やスタッフたちは式の手順を確かめました。今日佐賀市の佐賀スタジアムで行われた国スポ総合開会式の総合リハーサルは本番と同じ手順で行われました。リハーサルには会場を盛り上げるパフォーマーやボランティアなどおよそ4000人が参加し、本番に備え手拍子やダンスなどの練習に取り組んでいました。歌ってた、楽しかったです。参加する機会ってあんまりないんで、はい、すごいものすごい楽しみです。こうやってしてこうやってやるのが楽しかったです。選手たちが頑張れるようなモチベーションが上がるような演技がしたい。半世紀に一度の国スポに貢献できてすごく嬉しいので、悔いが残らないように頑張りたいです。国スポの総合開会式は来月5日の午後3時15分から開かれます。